女性の登場でゾンビ業界が大きく変わった。ゾンビ女優ハレカワソンミ。ゾンビとは無縁そうな彼女だが、一度演技に入り込むと、Rでの演技が評価され、翌年アメリカでは、また次の年韓国で、そして日本でも。わかります？これなんだかスイカなんですけど、これをゾンビにとってもすごい大事なイメージトレーニングなんですよね。今から何をやるんですか？ゾンビの基礎体力作りを作るところですね。それはタイヤですか？そうですね、なんかちょっと軽そうに見えるんですけど、結構重くて10キロぐらいあるんですよ。